埼玉県総合リハビリテーションセンター支援施設について、当施設で提供しているサービスについてご紹介いたします。まずは肢体不自由の方を対象とした自立訓練です。身体機能や体力の向上、日常生活を営むために必要な動作の習得、居住環境の調整、健康を維持するための生活習慣づくりへの支援など、自立訓練の機能訓練は病院での治療やリハビリが終了された方で、もう少し訓練や支援、調整が必要な方を対象にサービスを提供しております。次に視覚障害をお持ちの方の自立訓練です。白杖を利用した歩行訓練、点字やパソコンを活用したコミュニケーション訓練、日常の生活で必要な技術を獲得するための日常生活技術訓練など、日常生活能力向上のための訓練を行っております。次に自立訓練の生活訓練です。こちらは高次脳機能障害をお持ちの方を対象としております。メモリーノートの活用など、生活習慣の習得や作業訓練、グループでの模擬就労訓練など、高次脳機能障害の補完的な訓練を行います。続きまして就労移行支援についてです。職業的な知識や能力を習得、向上させるための職業能力訓練、企業からの受注作業や郵便物の仕分け、コピー用紙の補充等、実践に近い訓練、就労に向けてマナーや職業意識を身につける訓練、企業での実習、復職調整、求職活動等、職場定着のための就労支援、障害をお持ちの方が社会経済活動に参加していけるように訓練や支援を行います。最後に施設入所支援です。主に肢体不自由の方を対象に利用についてご相談に応じています。通所することが難しい方などご相談に応じます。見学から利用開始までの当施設の流れです。利用についての電話相談から始まり、見学をしていただいてご希望があれば、書類の提出、必要に応じて面接を経て利用開始となります。サービス支給決定の流れです。施設利用にあたってはお住まいの市町村から給付を受けるために支給決定をしていただく必要があります。市町村の障害福祉の担当窓口で手続きをしていただきます。市町村の支給決定と受給者証の発行を受けてご利用の開始となります。障害者支援施設の利用をお考えの方へ、ぜひ施設を使ってみたい、もう少し詳しい話を聞きたい、どんなところか見てみたい、そういった方はぜひお問い合わせください。ご相談ご見学のお問い合わせは、埼玉県総合リハビリテーションセンターサービス調整担当 048-781-2222、 こちらまでお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。